M4 サバイバルライフルはアメリカで開発された小銃。第二次世界大戦中、軍用機に搭載するサバイバルギアの一部として考案された。座席の元に格納されており、撃墜された後に搭乗員はこの銃を用いて食料を確保するものとされていた。M4 サバイバルライフルはハーリントンリチャードソン社が開発した。 ボルトアクション式スポーツライフル M265 を原型として開発された。伸縮式重傷と板金のフレームを着脱可能な14インチ重心を備え、銃弾は22ホーネット弾を使用する。弾倉はサベージスティーブン M23D スポーツライフルから流用された4発着脱式箱型弾倉を使用する。重量はおよそ4ポンドと軽量で、 大きさも重心を取り外し重傷を畳むと14インチ程度に収まる。M4 は撃墜された航空機乗員の生存率を向上させるために考案された。ハーグ陸戦条約第23条への抵触を避けるため、軍用の完全飛行弾たる22砲ネット弾を使用する。1950年代 M6 エアクルーサバイバルウェポンが新たに採用されたことにより、 M4 は、搭載機の退役に従って、段階的に廃止されていった。その後、さらにアーマライト社の AR-5 が MA-1 として採用されたものの、空軍は、M4 及び M6 の在庫が十分であるとして、MA-1 の大量調達を見送った。1960年代、アメリカ合衆国国立公園局では、余剰装備として保管されていた。 M4 の一部をパークレンジャー向けに配備した。1950年代空軍から退役した M4 は余剰品として民間市場に放出された。しかし重心長が1934年の連邦重機法に定められた16インチ未満であったため間もなくリコールされた。法的に M4 は単重心小銃に区分され所有には 連邦重機法に従った申告及び登録と200ドルの物品税が必要となる。ありがとうございます。